はい、どうも横浜囲碁サロンの藤森です。本日もお越しいただきましてありがとうございます。さあ今日もね、質問の方一つねいただいたんで、その形答えていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ今回はですね、小目に一見高がかりをしまして、この低いハサミですね、このハサミね非常に、出てくる機会ね多いのかなというふうに思うんですけども、その時に、黒は三々につけることが多いですね。でこの定石ね使ってると、いろんな手があるんですね。白からここで跳ね出してきたりとかね、二間に打ったりとか、はたまたね跳ねたりと、でいろんなね定石あるんですけども、跳ねられた時今回はどう打ったらいいですかと。割合ねプロの先生の子ではこちらとか二間とか多いんで、ちょっと意外とねお手本知らないよと、定石知らないよということもねあると思いますので、この形ね改めて見ていきたいと思います。確かにね最近はね割合少なめにはなってきているのかなという形ですけど、ただね一昔前はプロの先生の方でもしょっちゅう出てきた方ですから、はい、これもね十分に考えられる手かなと思うのでやっていきたいと思います。はい、まず黒はですねここで、引きますね。やはりツケ引いておいて、で白がここに駆けつぐのが多いのかなと思います。はい、ここでももちろんね他の変化もあるんですけども、まずは今回ね基礎的な、ところからしっかりとやっていきたいと思います。で、この後ですね黒がここでね、コスむのが非常に大事な一手で、2つの手をね見合いにしているんですね。はい、どうでしょう、2つ急所見えるでしょうか。はい、黒からですねまず1つは、ここのかける手がこちらの白に対しての急所、はい、この手を見ています。でもう1つが、こちらの方にですね、なんて言うんですかね、角に行くと言いますかね、はい、この白の、一つの、ね、弱点になるわけですけども、はい、この2つをね、このコスむ手で見合いにしているよということですね。例えばですから白が、こちら側を何か、ごめんなさい、こうとか、こちらあるいはこう、白もねこれどれがいいか難しいんですけど、ここに桂馬するかこちら打つか、はたまた局面によってはこんな感じで打つかというのもあると思うんですが、この辺り一着打ったという時には黒がこちらのにかけていきます。はい、で、白が飛んできますね。はい、飛ばれて、そうですねここで白もね張ってくる手も、なんとなく自然にね見えるかもしれないんですが、この場合はねちょっと重たいような感じを受けますね。例えばこんな風になってもこうやられてですね、ごめんなさい、こんな風になればね白生きるんですけども、随分こうペシャンコになってしまいますよね。なのでこの形ね序盤でできることが圧倒的もうほとんどですから、序盤からこう下で生きるので、ちょっとねこの形は白が不満ですよということで、白としてもね飛ぶことがほとんどです。はい、で飛びに対して黒は1回出まして、押さえて、はい、そこでね、おすすめな分かりやすい手がですね、ここでグッとね戻る手が非常にいい手になります。ここでねこっち側切っていくような手もあるんですけどね、これもいささか手順も長くてね非常に難しい形になりますから、こちらの方がね、プロの先生の方でも出てきますし、割合こうね、分かりやすいんじゃないかなということでおすすめしております。はい、でここで白がですねここに押して切って、でこれで定石終了となることがほとんどですね。この後白はですね、例えばこちら側に自分の石があればですね、何か一着この間をなんかねこうとか芯を入れて守っておくのかなというぐらいですかね。はい、はたまた丸きりねどっか違う大場に行っちゃうのも全然あると思います。はい、ここのちなみにねつなぎはね打たないように注意してくださいね。この手は非常に小さいです。もう黒さんね生きていますから、ここつないでも特にこうね、狙いがありませんので、狙いがない石っていうのはね助けても小さいのかなというところですね。はい、で白がねここで、この石普通助けたくなりますよね、こうとかなんかね、はい、取られたら嫌だからこの黒攻めたいからということで継ぎたくなると思うんですけども、これはですね黒から、逆にねこの白をなんていうんですかね、こう攻めようというか、こちらにねかける手が非常にねいい手になってしまうんですよ。ここに来られると白もちょっと窮屈なんですね、自分も。黒を攻めたい気持ちはわかるんですが、出ようと思ってもこうね止められてしまって、そうなかなかこう自分は結局生きなきゃいけないんです。で白としても生きようと思えばこうやってですね、打っていくのが筋になるんですけども、ただこうなればですね、白をね随分下にはわすことができますので、黒としては例えばこれもねこっちの形によるんでちょっと難しいですけども、張ったりとか消えましたりとなれば、黒としてもまた他に行っておいて、こうね先手で上塗ることできたんで、不満なしというところですね。はい、そう一見白に地取られているようですけど、どっちもねそんなにこう大きな地ができているわけじゃないですね。低い陣地ですから、これならね黒としても十分満足、成功と言っていいと思います。はい、ですので
そう、ここの次はね、やりすぎになるケースがかなり多いです。よっぽどここのね、白が強くない限りはちょっと打ちすぎになってしまうということで、相場はこの押して、で次黒も放っておくと、今度こそね、伸びきられて弱い石になっちゃいますからね。なんで黒のこれはね、弱い石を守るという意味で、まあ必須の一手かなと。はい、ということで、ちょっと手順を戻してみましょう。ここでそうですね、まあこちらに、はい、この局面ですね。じゃあここで例えば白がね、じゃあこっち側何か打ってきたとしましょうか。ここでこちらね、先ほどは下辺をなんかね、こうかけられてぺしゃんこになっちゃったんで、まあこうとかね、二間とか何か白が下辺側打ってきた場合には、最終点にね、やはりここが急所ということになります。でこれ一見ね、狭間が空いてるんでちょっと出てくるのね、怖いかもしれないんですけども、これはですね、グッと押さえまして、でこう出てきてもね、グッと押さえて、一見斜めが多いようですけども、切ってきたらね、こちらに打ってこの種石2個が取れますね。これ繋いだらもうドンと取られちゃいますからね。はい、なのでここで押さえられた時に白としてはね、ちょっと出てく手がないんですね。なのでこういうとこ行って戻るんですが、でもこれもね、駆けついでおきまして、はい、やはり中の白もね、まだ生きていませんから、これはね、あの黒としてはもう十分大成功と言っていいと思います。これは白かなり窮屈ですね。はい、なので、白もですね、ここで、まあ、悪くならないためにもですね、こう打っちゃいがちなんですけども、これもですね、まあ飛びを打ちまして、まあ、こんな風になるとね、まあ、非常にぺしゃんこなんです。例えばこんな風に打てばもちろんね、簡単に生きるんですけども、これは、やはりね、かなり細い陣地ですね。これだけまあ2戦をね、序盤からはわせれば黒としてはもう大成功、全く不満ないですね。この後まっつめて、またこの2件をいじめてもいいですし、はたまた全くね、関係ない大場行ってもいいかなっていう展開ですね。はい、なんで白もね、ここではちょっとした手筋がありまして、これもね、よくできる、一つの手筋になるわけですけども、ここにつけるのがいい手ですね。はい、でここにつけまして、これね、出たくなるんですけども、出ていくとね、押さえられまして、はい、でさらにね、こう分断したいんですが、ここ止められて、はい、でここにこう置きましても止めて、かえってですね、こう自分が取られてしまうんですね。はい、でまあここでちょっと跳ねていくような変化でね、こうにしたりっていうのもあるんですけども、まあ基本的には黒はですね、ただそこまで、難しいことやらずともですね、ここ跳ねておいていいです。で渡ってくださいよとやりまして、伸びて、まあ、こんな風に打つとね、さっきよりは白こうね、ちょっと出やすくなっていいんですが、ただそうは言ってもですね、黒としてはそれでもまだね、大した地と言えるほどのものはね、白もできていませんから、まあ、これも例えば掛けぐらい打ちまして、またどっか行ってもいいし、まあ、伸びてさらにね、下辺がいじめてもいいですし、これはまあこの後ね、全局的な問題で難しいんですけども、まあ、こうなればですね、黒としてはまたね、一見こう大した地ないようですけど、もともと白がね、小目にあったところで、まあ、これだけこう白の形をね、地ができにくい形に制限していますから、これも黒がね、不満がない、一般的には不満がない展開かなというふうに思います。はい、ということで、そうですね、こちら、まあ、このコスミで見合いにするという発想が大事ですね。で2つの急所を覚えておいてください。かける手とここのね、この形もね、すごくよくできますよね。他の形でも非常に応用効きます。はい、ここがね、眼形の急所になるわけですね。はい、で眼形の急所いった時の白のね、これもまたもちろん手筋ですが、まあ、この場合ですと黒が十分に打てるよというところですかね。はい、で他の変化はどうですかね、特に、なさそうですかね。はい、まあもちろんね、考えられる手やるとね、後手もいくらでもあるんですけども、はい、まずは今のね、基本的な定石の流れ覚えていただければですね、まあ、こちらの羽が心配だったよっていう方、このね、定石これから堂々と打てるんじゃないかなと思います。はい、非常にこれね、本当に多いんですよ。こうやってくる変化もね、しっかり覚えなきゃいけなかったりとか、最近だと多いね、こっち側の変化もですとか、まあ、いろんな変化あるんですけども、はい、ぜひともね、どの手が来てもしっかりなんとなく想像できるよっていうところまでしていただければバッチリかなというふうに思います。はい、ということで今回ね、まあ、メールの方でですね、質問いただきましたので、その形に答えさせていただきました。もうこの方ね、ちょこちょこと質問して、実はね、私何回か出してるんですけども、大抵この方の質問をね、やっておけば僕が考えたやつよりね、大体再生数が伸びるっていうね、ことがありますんで、すかさずね、これ、取り上げさせていただきました。はい。まあ、非常にね、よくできる形ですから、ぜひとも、参考にしてみてください。ということで、本日もご視聴いただきましてありがとうございます。
毎日ですね、いろいろなテクニックご紹介しておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。本当にね、たくさんの方にですね、チャンネル登録してもらい、私も励みになってやっておりますので、もしね、まだチャンネル登録していない方いましたら、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、あとツイッターとかね、ブログなんかもやっておりますので、もしご興味ある方はそちらの方もよろしくお願いいたします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。